チャリで来た、温かみのある店内ですね。いらっしゃい、こんにちは。はい、これなんかあれやな、お前ら二人とも綺麗な顔になった？なった？はい、今日は、うん、これマッハ3、大阪の、うん、マッハ3マッハ3って、昔からのカフェ、うんうん、バイクカフェ、もうすごいもんな。もう見てほら、文字の書き方がすごない。なで、ここの、あ、これマッハ、僕もこれ初めて見た。かっこいいなあ、すごない？あ、足回り PMC やで。PMC 走路乗ってるんですかってオーナーさんに聞いたら、まあ店主やな、うん、聞いたら今年の1月、そう、正月も乗ったしって言った。もう来月、今もう12月入ったもんな。あと、そうな、数日でこれ、うん、正月やけど、うん、前回乗ったのは正月らしい。で、はい、戸崎レーシング、これ6台できたけど、これいっぱいすぎて、うん、ちょっと詰め込んどる。詰め込んだな。うん、いや、人気店やな。うん、で、ここの有名な、あれ何やった？何の肉やった？ダチョウ。ダチョウ。そう。ダチョウ。ダチョウです。ダチョウです。はい。めっちゃ気になるもん、なんかダチョウ料理と白いカレーって書いてあんねん。おう。いろんなところに。おう。もうめっちゃ気になる。さあ、どんなもんでしょう。とりあえず入ってみる。うん、入ってみよう。なあ、僕の Z あんなほら炭に追いやられてかわいそう。はい。わあ、すごい。あ、めっちゃほら見て。お、有名な方。有名な方めっちゃ来た。なあ、錦島もあるし。はい、入っていきましょう。おー、おしゃれ。白いカレー。すごい。すごい。温かみのある店内ですね。なんか温かみあるらしいけど。おお、当時もやね。すごい、石だらけやで、こっち。え、あっち、石だらけ。中古でこんなったし、うん、星が乗ったのかなって。ほらな。え、大玉屋さん。カレー頼もうか。実は、こっち向いて、笑顔、笑顔、笑顔。何を指さしてるんですか？全体的に。誰よ。知らん、知らん。誰を指さしたの？私が書きました。さあ、白いカレー。これが白いカレー。これやべえな。液体が見えへん。白すぎて。白いな。白い皿に置いたらもう、こうやっても負けない。すごい、なんかすごいいっぱい来たで。あ、今かかける派。すげえ、今かかける派やわ。かかるん、ここで。え、すごいな。これ、うん、食のレポーターみたいになるから、今から食のレポーター。すごい楽しみ、うん、さあ、これやで、これ、うん、白いカレーやで。わあ、美味しい。どっちが白？こっちが白。僕が白です。ごめんなさい、ね。うわ、来た。白。はい、こちらがマッハの白。シチューみたい。シチューみたいな。流し込むとこが綺麗ですよ。行くぞ。うん。グーめっちゃ入っとくよ。行くで。行くで。いらっしゃい、こんにちは。どうぞ、マッハの白でヘルメントかけられます。美味しそう。めっちゃ美味しそうや。来てるわ。来てんな。みみ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 み。
てるわ。はい。ダチョウのカツ乗ってますね。ダチョウです。はい、さあ、ちょっとあの、うん、一口いってみる。うん、白いカレー、どんな味やろ。どう？どう？逆に？え？カレーの味？カレー？カレーの味？どねシチュー、うまい。うまい。うまい。シチュー系？シチュー系なんや。うん、へえ。あ、ありがとうございます。ナイフの方入ってますもんね。来ました。これ何？ダチョウの照り焼き？ダチョウはね、あ、それ普通の鶏。これ普通の鶏。ダチョウはイギリスのベッカムが常食されてるんでね。へえ。確かに見られたらベッカムとビクトリアベッカムになってるんだ。あ、サッカーうまなんの、はい。また、初恋の味言われてますんでね。初恋の味、白いカレー味わってます。初恋の味する？いや、キモいな。笑うな。甘辛かな。うまいわ。美味しそう。うまい。マッハ出れた。リザ。リザ、笑え。はい。リザ、笑え。写真撮るのは、車危ないぞ。あの、ここから、このから。左一本出るか出へんぐらいのポーズで、はい、一応確認する本番行け。ありがとうございます。さあ、初スースト足上がれへん今日。いっぱい行きすぎて、めっちゃ斜めやろ。はい、こっち向いて。あー、いいね。チャリで来た。ええー、感じや。似合う。え？似合う。ちょっとちゃうかな。早そう。はい。はい。ではあの、うん、マッハ3、うん、ちょっと紹介をちょっと紹介させてもらうんですけど。はい。はい、オーナーさん。オーナーさん、ありがとうございました。オーナー、はい、乗らない。またからだ。はい。お、またからしてもらう。あんまりこうあれやな、イメージないな。イメージない。お買い上げありがとうございます。ええやん、かっこええ。これ買ってもだ、これ名前変えらない。お前やな。いや、確かに。まだ500持ってるから大丈夫。はい。ちょっと、うん、今回、うん、トサキレーシングかける、うん、マッハ3、はい、です。はい。では。